旧山口市南東別邸へ、うん、これどうやったかな、奈良県が今管理してるのかな、先ほどなんだけどね、こっちや、ちょっと今小雨だからちょっと回ってみましょうかね。鹿がおらんのでねはい、どっちから行くんやろう、どういうかな。あ、まだカラスか。カラスがね、襲いますね、カラスが。これ、こんなやったっけ、全然変わったのないと思う。いや、絶対変わってるわ。前一回来たことあるんだけどね。ほら、池が。これ、芝生の庭園になってんだ、ここ。すごいね、これ。これは前来た時、これか、こんな感じじゃなかったな、ここね。おぉ、苔も生えてるぞ、これ。綺麗に。ここはなんかね、料亭かなんかね。おぉ、いいね。いや、これは寝なかったです、前。勘違いか。いやー、これ覚えがないから、前の動画見てみるけど、こんなんなかったはずやわ。この建物どうやったかね、これも記憶ないわ。いや、今やね、記憶が。あのね、奥の小さい建物がなかったんやけどね、あれないわ。これやったんかね。全然ええ加減やね。いや、そうや、これはなかったはずやわ。あれやわ。あの、奥に見えたあれがそうやわ。からね、あの橋に、綺麗な橋があるんだけど、ね、あれもなかったんですよ、あれね、あの橋もね。ちょっと、一般公開しておりますどうぞご自由に入るください。一般公開してみて。ちょっと見せてもらおうか。この建物は確か前来た時になかったんですよ。まず何年か前やけどね、そんな古くはないやけど。はい、失礼します。ここも開かしてもらっていいかね、こっちをね。はい。おお。ほら、綺麗やね。ヒノキ、すごいね、ヒノキが。はい、失礼いたします。見出してもらいましょう。これ、いつ頃だったんですか？ちょうど1年ちょっとですね。去年の4月にオープンしました。あ、そうですか。はい、いや、確かに何もなかったはずやな、思って。何年か前に。奈良の方で。いや、大阪からですけどね。はい。それで、確か建物なかったの、その前も、なんか前のあれと違ったから。ここ、荒れ放題のとこだったんですけれども。そうですよね。はい。1年前ですか。1年前です。ちょっとそれももっと前かな。はい。あそこの駐車場。高畑の駐車場。はい。いや、経営かなんかの。はい。はい、あっこの方が、公園あるから見てほしいって言われて。あ、そうでしたか。ほんで、あんまり言わはるもんやから、でパンフレットもくれたし、ほんで回ったんですよ。あ、そうでしたか。その時のイメージで確かこれなかったな思って、これは何のあれですかね。これはね、はい、あそこにパンフレット後でお持ちいただきますけれど、代々木球場を設計されて、あの人ね、あんまりピンとこんな、いや今日本全部そうじゃない、ほとんどそうじゃないですかと思います。そこに透かし彫りの木のやつを大体挟んだりね、はいはいはい、それもそのあたりは奈良時代よりもね、もっと前を一生懸命やってますやんか。あの飛鳥時代ね、はい、で飛鳥時代を盛んに梅前さんと一生懸命、まあ、なって一生懸命なってんやけど、はい、あ、ご存知よね、梅前さんね、はいはい、あの方が一生懸命撮ってはるんだけど、あの飛鳥をね、はい、で飛鳥一生懸命撮ってましたらね、いつの間にか飛鳥からね、あの都は奈良に変わりまんね、はい、710年でしたかね、その頃に変わりまんねん、なんか一生懸命。アスカも奈良じゃないです